2023年10月19日、中国メディアの新民番号が、日本の海上自衛隊の最新潜水艦、雷鯨が川崎重工業神戸工場で浸水したことについて、原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載した。今回は、この雷鯨について詳しく見ていきましょう。中国は、日本の潜水艦建造技術を喉から手が出るほど欲しがっていますし、情報を入手しようとしています。台湾の潜水艦建造技術漏洩などの報道もあり、日本の建造技術漏洩も注視しますし、フランス原潜を完全に超えましたね。ディーゼル推進潜水艦としては、世界最大級の太平洋型潜水艦の4番艦、雷鯨が、2023年10月17日に兵庫県神戸市中央区にある川崎重工神戸工場において新規建造された潜水艦の命名式及び進水式を実施した。雷鯨と命名されたこの艦の名前の由来は第二次世界大戦前の海軍艦艇名を踏襲せず初めて用いられたものである。この雷鯨の規模は全長 84.0 メートル、幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートル、基準排水量3000トン、主機関はディーゼル電気推進で、プロペラ一つの一軸推進式となっている。排水量は、フランス海軍の現役原子力潜水艦、リュビを上回り、艦内に配備される乗員が約70名と少なくなっており、自動化レベルが高いと評価した。飛行は、2021年3月26日で、今後、偽装や各種試験を実施した後、2025年3月に部隊へと引き渡される予定だ。これを受けて10月19日に中国メディアの新民番号は日本の海上自衛隊の最新潜水艦雷鯨が浸水したことについて原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載し、必ずやアジア太平洋地域の海洋の安全にとってより大きな脅威になるだろうと指摘していた。海上自衛隊の太平洋型潜水艦は前としたフランス海軍が運用するリュビ級原子力潜水艦をしのぐ大きさで、ディーゼル推進の通常動力型潜水艦としては世界最大級と誇って良いだろう。また、機動性や探査能力が同型潜水艦の中でも格段に向上しており、同型潜水艦が搭載する大容量リチウムイオン電池と先進ディーゼルエンジンをベースに、雷鯨にはより出力の大きなディーゼルエンジン2機に換装され、発電パワーの増強に適応した新たなシュノーケルシステムが採用されたと紹介されていた。これらの改良が事実であれば、通常動力型潜水艦でありながら、その機動性は原子力潜水艦にかなり近づき、実戦性が大きく向上することになるでしょうね。さらに、潜水艦の生命線ともいえる騒音面に関しても、雷鯨がスクリューではなく、最新型の原子力潜水艦に用いられるポンプ噴射式推進装置を採用しており、騒音の低減と同時に航行速度向上を実現した上で、これらの特徴を総合して、外部からは、原子力潜水艦との差は、もはや、原子炉の有無だけだとの見方も出ていると伝えた。その上で、新民番報では、上海西方学院東北アジア研究センターの柳新、ヤンジェン副主任が、日本の通常動力潜水艦の発展傾向を見ると、原潜の技術力を求めていることは非常に明らかだ。総合的な戦力において、雷鯨は、なおも、原子力潜水艦とは明らかな差があり、戦術的な運用には制約があるとはいえ、長期的に見れば、日本の潜水艦部隊は、必ずや、アジア太平洋地域の海洋の安全にとってより、大きな脅威になるだろうとの見解を示していた。雷鯨の外観形状は、従来の、流型潜水艦とほぼ変わらないものの、探知能力や静粛性が格段に向上しており、また、建造時から、女性自衛艦 WAVE の勤務も想定して、相応の設備を有しているのが特徴である。また、主要装備としては、艦首に魚雷発射管を備えるほか、潜水艦戦闘管理システムや、艦首アレー、側面アレー、曳航アレーなどのソーナー装置、
TCM 潜水艦魚雷防御システムを搭載していて、世界に最新式の誇る通常動力型潜水艦である。なお、雷鯨を漢字で書くと雷クジラとなるのだが、この名称は、冒頭でも話した通り、旧日本海軍でも艦名に用いたことはなく、海上自衛隊も使用するのは初めてとなることも特徴として大きい。まさに、雷鯨は、日本が原子力を使えない状況下での最適解を求め続けた潜水艦建造技術の賜物と言っても過言ではない。西側各国は、原子力潜水艦を建造することに制約がなく、その有り余るエネルギーを使うことで本来なら、改善すべきマイナス面を、すべて力技で隠しているような感じだ。逆に、言えば、日本が原子力潜水艦を建造してしまったら、凄まじい能力の艦が建造できることは間違いありません。確かに、国内の有形無形の制約を乗り越えるために、従来技術を極限にまで高めたわけだが、それでも、基準排水量が3530トンだったイタリアの400型潜水艦に比較すれば、まだまだ小さいといったところだ。アメリカが原子力潜水艦を開発する際に手本とした400型潜水艦の後継として、さらなる進化を期待している。日本の潜水艦は、忍者のように、世界でも類を見ないほどの静寂性に加えて、無音航行距離であり、日頃の訓練などによる練り度の高さも群を抜いている。米海軍の第7艦隊との合同演習では、何度も、米空母の撃沈判定を出しているから驚きである。最新の潜水艦が次々に就役するけど、やはり後継者問題が出てくる懸念は拭えない。太平洋型潜水艦はディーゼル電気推進方式を採用しており、運用に関しても原潜より優れているし、また、原子炉を止められない原潜は常に音を発していなければならないのに対して、リチウム電池で先行している雷鯨は探知されにくいという利点まで持ち合わせている。海底の艦内においてペンを落としただけでも察知されてしまう探知能力線では、圧倒的な差を見せつけることになるだろう。台湾海峡での秘密航行も実行できるなら、まさしく中国の脅威となることは揺るぎないのだ。国産潜水艦の話題になると、必ず日本の潜水艦は、通常動力潜水艦が世界最高という書物やマニアの意見を散見するが、その根拠はどこから来ているのでしょうか。渦潮型の後継として建造された自衛隊初のティアドロップ潜水艦の騒音は、ジェーン年間では、うるさい潜水艦として分類されていた。今や、中国が、次世代の弾道ミサイル原子力潜水艦 SSBN の運用を2020年代末までに開始するという見方が出てきており、安全保障政策に携わるアジアの政府関係者やアナリストの間でもかなり強まってきている。ロシアの技術支援を受けて静寂性が飛躍的に向上するとみられる中国海軍が運用する096型は探知が困難で、アメリカや NATO 諸国にとって脅威が増すことになり、海中の軍拡競争を一段と激化させる可能性も十分に考えられる。米海軍大学で5月に開催した会議で中国の原潜について議論しており、同大学の中国海事研究所が8月に発表した研究論文においては、新型艦の監視ははるかに難しくなると予測しているらしい。ロイターが取材したアナリスト7人のほか、アジアを拠点とする3人の軍事顧問によると、この結論には信憑性があると言われている。しかも、潜水艦の元乗務員だった海軍技術情報アナリストのクリストファー・カールソン氏が、インタビューにおいて、096型は悪夢になりそうだ。探知するのは極めて難しいだろうとも語っていた。アメリカをはじめ、インド太平洋地域で軍事活動する各国は、軍の配備と有事への備えを強化する中で、核ミサイルを積んだ中国の原子力潜水艦を監視する取り組みを中核に据えてきた。096型が就役すれば、対応の強化を求められることは間違いなく、これが台湾有事に発展して第三次世界大戦を巻き起こすかもしれないのだ。そのため、日本の海上自衛隊はもとより、海上保安庁も協力して警戒、監視を強めなければいけません。